どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は最大の惑星と最小の恒星の比較をテーマに動画をお送りしていきます。太陽系で最大の惑星といえば木星ですね。地球の11倍の半径がある巨大なガス惑星です。ですが恒星である太陽はさらに巨大で、半径が木星のさらに10倍もあります。ですがこの宇宙には木星よりもずっと大きな惑星、そして太陽よりもはるかに小さな恒星が多数見つかっています。なので一般的な恒星大なり惑星という構図をぶち破ってくれるような巨大な惑星と極小な恒星というペアが見つかるかもしれません。ということで今回は最大の惑星と最小の恒星を比較します。現在発見されている中で最大の惑星は地球から320光年ほど離れたところにある HD100546B という惑星です。その大きさは後ほど最小の恒星やその他身近な太陽系の天体たちと比較するので置いておくとして、この最大の惑星は質量が最大で木星の20倍近くあるというふうに考えられています。木星の13から75倍くらいの質量を持つ天体は一般的には惑星ではなく褐色矮星に分類されます。質量が足りなくて部分的な核融合しか起きなかった恒星の成り損ないの天体ですね。ちなみに太陽は木星の1000倍もの質量があるので恒星として十分の質量を持っています。なので本当にこいつが惑星なのか際どいところなんですけど、今回は多めに見て惑星ということで登場してもらいましょう。そして観測史上最小の恒星は太陽系からはるか630光年ほど離れたところにあるこちらの EBLM-J055557 という連星系の中にあります。最小の恒星は太陽とよく似たスペックを持つ主星の EBLM-J055557AA の周囲約1200万キロメートルの距離を周期わずか7日と18時間で公転する EBLM-J055557AB という恒星です。この恒星は質量が木星のわずか85倍程度しかありません。恒星になるにはだいたい木星の75倍から80倍の質量は最低でも必要だと考えられているんですけど、85倍となるとかなり際どいですよね。では実際にこれらの天体の大きさを比較していきましょう。まず地球とガス惑星の木星、土星をお呼びしています。こう比べるとやはりガス惑星というのは巨大ですね。ではここにまずは最小の恒星をお呼びしてみます。なんと最小の恒星は木星より小さいどころか土星とほとんど変わらない大きさしかないことが分かりました。半径をキロメートルで表すと木星が 69,911km、土星が 58,232km、 EBLM-J055557AB が 6,053km となっています。この時点ですでに恒星大なり惑星の構図は崩れてしまったんですけど、いよいよ最大の惑星にも登場していただきましょう。太陽系のガス惑星や最小の恒星を嘲笑うかのような凄まじい大きさですね。なんとこの HD100546B なんですけど、木星の7倍近い半径を持っているんですね。太陽の半径が木星の10倍なので、このようにむしろ太陽の方が大きさ的には近いということになります。こんな化け物じみとの惑星が太陽系にあったら一体どうなっていたことでしょうか。では最後に最大の惑星と最小の恒星を衝突させて闇のデュエルをしてもらいます。果たして力尽きるのはどちらでしょうか。